2018年おめでとうございます。おめでとうございます。今日は和歌山方面に食べに行きたいと思います。明日ちょっと天気がちょっとだけ崩れるかなっていう予報だけど、あとは天気が良さそうなんで、景色がいいところをたくさん見たいと思います。とりあえずこのどんより空から脱出、それが一番の目的。じゃあ安全運転でゆっくり行きましょう。なんか急に渋滞、なんやろ、事故かな、自然渋滞、自然渋滞、雪が降ってるし、坂道の上り坂だから京地バイパスに入りました。ちょっと青空が見えてきたね。相変わらずガンガン抜かれております。普通の車でも怖いよね、ここ高いところはちょっと怖い、これちょっと風が、ほら珍しい。こっち見てた、向こうもリガードやって。暑い、くるぶしがくるぶしだけが暑い。くるぶしがめちゃくちゃ暑い。岸和田サービスエリアでテラチン休憩中。左隅の方になんか立派な、これは庭園いい感じにあります。テラ行くよ、テラ来い、こら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 、ここをジャンプした時のびっくり声でした。天津なんかセットで天津セットを買ってきました。結構たくさんあります。ティラはここで休憩、口が膨らんでる。はい、出発、小腹を満たしたところで出発です。ここでこの坂で勢いをつけて、本当に上りだから。
テラス。ここが展望台。うん、ね、で大阪は見えるそうなの。見えるよ、あそこほら今あのタンカーみたいなの止まってるじゃん、うん、ここにあの辺にさ橋が見えてるじゃん。見えるね、あれが赤潮橋。うん、あれが淡路島と向こうに見える島が、うん、すごいさ温室みたいな音ってあったかい。道の駅三崎夢灯台行ってきました。いいね、私あのバイパスというか60キロ制限。和歌山県和歌山市市街地で道の真ん中にこんな大きな木が、なんかちょっとだけ線路左側がなんか 台湾とかさなんかベトナムとかさん、中華そば、あ、これあれ休みや、ね、木曜日続いて臨時休業ですって書いてある。残念。残念。和歌山ラーメン食べていこうと思ったのに。なんだ。じゃあラーメンは食べれないわかんないじゃん。しょうがない。残念。和歌山ラーメンちょっと今日は食べ損ねました。というわけで別の日にまたチャレンジするとして。今から何アウトドア、うん、アウトドアショップオレンジっていうところ行ってみます。日が暮れてきた。到着。到着。エアストリームあるよ。今からお風呂に行きます、はい、スーパーでうわ買い物をしていきます。今日はねお刺身買ったし、ラーメン食いそびれたけど刺身買っておいて正解やったね、うん、なんならここでラーメン買おうか。お風呂入ってきました。今から道の駅紀の川万葉の里だとか。目的地に近づきました。道の駅って書いてある。道の駅に着きました。トラックばっかり、大型って書いてあるね。いて戻ってくる、一回見て。ここもそうなんだけど、トイレは向こう。うん。うん、紀の川万葉の里。平朝散歩できそうじゃん。ここ。そこはいいね。ここいいよね。うん。オッケー、オッケー。さっき買ってきましたペンドルトンの座布団です。ついつい衝動買いしちゃいました。早速使います。早速テラが検品しております。座るよ、どいてね。電子レンジがあるんで佐藤のご飯買っちゃいました。電子レンジでチンして温めたいと思います。道の駅で買ってきたお刺身です。なぜか宮崎県産。これは和歌山県。こっち和歌山県産。タイ。お刺身。何してんの。
ペラ、ごちそうさん。ほら、電子レンジ使うとメインのとこが点滅する。赤と赤、緑、赤、緑、何やろ、電圧が低いってことかな。あー、すごい低い。電子レンジ使ってるから器使わずにそのまま食べます。お刺身にサラダに唐揚げご飯。今日は和歌山ラーメン食べ損ねちゃいました。和歌山ラーメンが唐揚げになっちゃいました。惣菜の残念。どこで食べたいけどちょっと無理かもしれんな。美味しい。タイだよ、タイ。あー、もうなくなった。はや。意識的に、うぃー。撫でられまくっております。OK。よかったか。よし。休憩だ。